どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今回はニューヨークの地下鉄を紹介していきたいと思います。まあ乗り方とですね、まあ簡単なコツみたいなのを紹介させていただきたいなと思います。で、まずこの今見て、ご覧いただいているのが、公式からいただいている地下鉄マップなんですけども、仮に今14丁目にいた場合ですね、改札入ってどっち方面の電車かっていうのを見分けるためにはユニオンスクエアにいた場合4、5、6番線、まあ、グランドセンタルを目的地としてしますね。仮にユニオンスクエアにいて、グランドセンタルに行きたいっていう場合ですね、この4、5、6番線を上に上る電車に乗ればいいってことなんですけども、基本的にマンハッタンの正面のマップを見て自分がユニオンスクエアに行って、グランドセンタル上の方に向かう場合はアップタウン方面、逆に下に行く場合がダウンタウン方面、これがどこの駅でも統一されてます、まあ、こっちの14丁目でも上に行きたいタイムスクエアに行きたい場合はアップタウン、下に行きたい場合はダウンタウンっていう表記になってます。まあ、これだけ押さえておくだけでだいぶ地下鉄の乗り方は分かりやすいかなと思います。まあ、もちろんここにいてこういう橋を渡った先にいても上に行きたい場合はアップタウンで大丈夫です。ヨークステーション、まあ、ブルックリンブリッジ、ピーター・ルーガーなどステーキ屋さんですね、すべてブルックリンのこっち側の橋を渡った向こう側にある場合でもやはり地下鉄の利用は必須となりますので一つ覚えておいてください。で、MTA のこの地下鉄、ニューヨークの地下鉄はですね、バスも一緒に運営してまして、縦の移動は電車ですごい便利なんですけども、横の移動が結構弱かったりします。それを補填してくれるのがニューヨークのバスですね。MTA が運営しています。それも、私は基本的にこのチケットを、7日間のアンリミテッドカード、乗り放題チケットをお勧めしています。まあ、4日でも5日でも6日でもない。基本的に追加料金がかからないで、電車も、バスも一緒に乗れますので、ね、おすすめです。で、バスの乗り方はまた別の動画で紹介させていただきたいなと思うのでここで割愛しますが、ニューヨークの地下鉄、やはり気になるのは治安ですよね。昔はとても危なかったので、でも私が利用した限りでは基本的に危ない目っていうのは一回もあったことないので、日中の時間帯から、まあ、夜の10時ぐらいまでを目安に利用をお勧めしています。それ以降はタクシーか、ウーバーですね、利用をお勧めしてますね。昼間でもニューヨークの地下鉄には不老者、ホームレス結構いますので、まあ、怖い思いを本当にしないためにも深夜の利用っていうのは基本的にお勧めしておりますので、日中の時間帯だけの利用をお勧めしております。こんな感じですかね。それではチケットの買い方行ってみたいと思います。